はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、今回の動画はですね、えー、バイオハザードリー4のプレイ感想をですね。渡辺さん、プレイしてきた渡辺さんに伺うといた内容になっております。はい、今回は編集部から野口と、はい、フリーライターの渡辺です、はい。この二人でお送りしていきます。 バイオハザードリー4は、えっと、過去に PS2 や Wii でリリースされていたバイオハザード4の、まあ、リメイクに当たる作品でして、はい、来年発売予定のタイトルなんですけどもこちらあの先行プレイとして渡辺さんがプレイされてきたのでぜひ、はい、あの感想をお伺いできればなとお,お伺いできればなと思いますはい、はい、えっとですねまあそもそもプレイしたのがねちょっと前のことで,でしかもねそれを 記事に書いたりしてつつ、しつつずっと黙ってたのでね、結構ね、まあ、しょうがないんですけど、仕事柄、こういうね、自分が知ってる情報を、ね、隠してなきゃいけないっていうのは、なかなかあの、まあ、どのゲームでも辛いことなんですけど、はいはい、今回ね、バイオハザードの4のリメイクということで、まあ、今回はね、特にその黙ってるのはつらかったわけですけど、な、うんでかっていうと、まあ、かなり面白かったからですね。<ー>はい、なるほど<の>はい 実は RE4 が、ね、あの発表されたときに、傑作すぎる原作を超えられるかっていう、ね、あのコラムを書かせてもらってて、IGN ジャパンに。もともとの,元々の、ね、バイオハザード4がちょっとあまりにも、ね、傑作すぎるので、ちょっとそれをリメイクするのはいろいろ難しい要素があるのではないかというような話だったんですけど、なので、ね、やっぱりその、まあ、もちろん、ね、バイオハザードさあのリメイク版とシリーズは、ね、すごくよくできている作品が多くて、特に、ね、RE2 なんかはすごく、はい。 立派なな作品になっててリメイクのもう本当これからの新しいスタンダードになるぐらいの作品ではあったんですけど、うん、それでも「バイオハザード4」をリメイクするのはどうなんだっていう感じではあったんですが、うん、まあその、ね、不安を払拭してくれるぐらい面白かった、うん、少なくともまあ CU 版の範囲ではありますけれどもかなり期待を持てる内容ではありましたね、えー、じゃあかなり高いハードルを超えてきたんですね。そそうです、ね、超えそうでですすねね、うん、え本、ー、当、うん 内容としてはどれくらい遊べたんですかそうです、ね、おそらくまあ30分ぐらいかな、本当、序盤の最初の,そのレオンが、ね、あのアシュリーという大統領の娘を探しに行くために、とある村を訪れて、まあ、そ,うだその村にいる人たちがちょっと様子がおかしいと、その様子がおかしい村人と遭遇して、まあ、コンタクトを取ろうとするんだけど、襲われてしまう、でさらにその、ねはい、村の広場みたいなところに行くと、その村人たちがみんなで、あの レオンと一緒にいた警察官を殺しててしかもレオンにも襲いかかってくるっていうところの要するにね4のすごい一番序盤のところですね,そうですねまでプレイできた感じでしたはいなるほどはいであのー、ですね、はい、これあのプレイする前にそのカプコンの方、ね、からあの言われてたんですけど「そのバイオハザードね4を」の原作の良さを生かしつつ、まあ、現代風に新しくリメイクするしているのでそこをぜひ注目してほしいって 言わわれたもう本当ね、その言葉どおり、RE2 とかもそうだったんですけど、原作の特徴をうまく生かしつつも、現代風に進歩してるっていうのが、本当まさしく言葉通りちゃんとできてて、<ー>もうそれはちゃんとわざわざ、ね、年を置くぐらい自信がある出来栄えだったんだなっていうのをね、プレイして感じましたね。うん、<と>具体的にはどういう部分にそういったものを感じましたそうです、ね、あの基本的にはやっぱりリメイクでかつ原作をすごいあの 再構,築まあ、再構築はしてるんですけど、むちゃくちゃに破壊して作り直すというよりは、原作を、やっぱり核を尊重しつつっていうところがあって、ま,あ、まず、ストーリーのね、あの補足についても結構あのびっくりしたというか、まあ、これはやってくれるとは思ってたんですけど、うん、そのバイオハザード4って結構ね、そのストーリーがね唐突に感じたんですね、僕が遊んだとき、うん、当時。そのバイオハザード2でレオンがアンブレラをぶっ潰してやるって言ってたのに。 4でアンブレラがぶっ潰れててもうすでにでしかもなぜか合衆<ー>国エージェントになってるっていうあ,<ー>あそんなことになってたのみたいなびっくりな話があったんですけどでもねそのあたりのねあの最初の序盤の一番最初の回想シーンでそのあたりのねフォローが入ってたりしててレオンは過去にこういうことがあって 2>, ーその2と4の間にこういうことがあって今エージェントとしてやっててアシュリーを助けに行くよみたいな複数のね回想シーンがあってこれはそのもともとバイオハザード4が出た後とかのね設定の補足とかを踏まえてストーリーを再構 構築したみたいな話だと思うんですけどまあその辺りがまずそのやっぱりその原作のうん足りなかった部分を補うという意味ですごく良かったなと思うのとあとはそうですねあの今回ねやっぱりその「バイオハザード4」といえばアクションがね面白いゲームなんですよねすごく。でそのやっぱりね敵の頭を撃ったり足を撃ったりして体術で巻き込んで戦うとかあとナイフを振って倒すとかもちろんねあとアタッシュケースであの銃とかを。 うまくね設置してパズル的に弾薬管理とかするみたいな要素はもちろんありつつもうん、うん、今回はねナイフがすごい進化してたんですよねナイフが進化すごい意外なところですね,そう,ねす <laughs> そうそう僕も意外だなと思ったんですけどそのまずねナイフにパリーが追加されてたんですよねへえ<ー>敵が攻撃してくる時にタイミングよくナイフを構えるとうまくナイフで弾いて相手をよろけさせてでさらにそこから体術に派生できるっていう感じでなるほど,なるほど はい、でバイオハザード4とかをあのやってると思うんですけどやっぱりね古いゲームなので結構狭いところで戦うと鍵あのプレイで取れる選択肢みたいなのがすごく少なくなってきちゃうんですよね。うまく敵を避けるのが結構難しくてじゃあどうやってバイオハザード4の方はどうやあのプレイヤーをどうしてたかっていうとその窓から飛び降りて無敵時間で何とかするとか柵を飛び越えて無敵時間を利用するみたいな感じの要するにゲームシステムの、うんまあ、意図的に作られた穴を。 はい、使って遊んでたんですけどその辺りは飛び降りとかなかったんですよね今回<ー>。ただその代わりパリーが使えるのでその狭いところにあの遭遇してしまってもうまく敵をあ,のあしらえたりするししかもねよりそのリアルになったグラフィックに合っててかつスタイリッシュに楽しめるという感じで本当違和感なく楽しめるようになってたっていうのが一点なんですけどさらにねナイフは本当あのもっと活用できて。 その敵につかみかかられた時にまあ普通にボタンを連打したりして引き剥がすこともできるんですけどそのナイフを使って緊急回避もできるまあこれはあの他のシリーズにもあの作品にもあったりするんですけどあとはあの倒れた敵にねナイフでとどめを刺すというアクションがあってこれ緊急回避とねとどめを刺すアクションはナイフのね体力みたいな耐久度みたいなのを使うんですよ。ただそのはいただその分その分 剥がしを速攻でできたりあの敵のとどめを、ね、あの速やかに行えたりみたいなメリットがあってまあただその耐久度を見つつどこで使うか見極めていくという感じで、まあ、耐久度がなくなると、うん、ナイフが壊れてしまうんですけど武器商人によってね修理してもらえたりあとステージによってはね使い捨てのナイフが手に入るそうなんであなるほどそのナイフを使ったアクションがすごく幅広くなっててあのよりリアルになったグラフィックに違和感が ない状態でさらにアクションの幅も広がってるという進歩を遂げててこれはね本当あのまあ確かに「バイオハザード4」といえばナイフ的なところはあってね特にね Wii 版とかナイフが強いみたいな話とかよかったりしたんですけどでそのナイフのアクションをうまく広げてて上手い人はパリーで敵をいなしてかっこよくいってでまあ,あの初心者の人は緊急回避とかを使って。 いけダメージを受けにくくなるんで、より戦いやすくなるかなという感じでね、これは本当よくできたシステムだなと、本当まだね、試合、本当30分ぐらいだったと思うんですけど、それでもね、これはかなりいい感じのシステムに仕上がってるなと感じるぐらい、ナイフは本当すごかったですね。なるほど、すごいですね。ナイフにそこまでの可能性を見出して、そこを拡張してくるとは全く予想しなかったな。僕も予想してなかったんですけど、<laughs> 開発スタッフ的にはこれだって思ってたみたいですね。えーまあ、確かに、うん 思い返すォーをやってたときは、ナイフでできる動作と本当に限られてて、箱を壊すとか、敵に近づいてナイフをぶん回すとか、だ大い体いその2択ぐらいだったので、僕がプレイしていたときは、そこにそういうなんか家の中を出たり入ったりするような回避時間をナイフのパリに置き換えて、スタイリッシュにアクションができて、大変な状態を切り抜けられるっていうような選択肢が 追加されたのは非常に楽しそうですね。プレイしていてもうんそうですね。本当その、うんまあ、もちろんね。1だけであの銃をうまく使って戦うっていうところも大事なんですけど、どうしてもね。その狭いところに持ってか、あの追い詰められた時とか。まあ,あとはね。うんうん、弾薬節約したい時とかもあって、うんうん、今回のね。主流、ね、だとその広場で。 あのぐるぐる逃げてなきゃいけないみたいな状況になるんですけど<ー>その時ねどうしてもやっぱりね弾薬がすごい足りないんですよ、うんうん、ハンドガンとショットガンは手に入ったんですけどただその分ねチェーンソー男が出てくるんですよねいきなりああはいはいいますよね <laughs> <laughs> そ,うそれでいきなり追い詰めあの階段とかに追い詰められてもう手榴弾とか使い切っちゃってもうやばいなってなった時に、うん、ナイフパリーとかでなんとかしのぎきるみたいなプレイになると<ー>結構熱い展開になってくるなっていうような感じ、ね、チェーンソーここもパリーできるんですね いや、チェーンソーはちょっと分かんないですあ。チェンソーもい近寄れなかったです。ちょっとあな, <laughs> なるほど、すはいはい。そこはさすがに。<laughs> はいはいはい。なるほど。他のアクション部分に関してはどうですかね。 ータの部分といいますかバイオハザード4、原作の時はアタッシュケースを選んで武器を選択してたんですけど、今回はショートカットも武器ショートカットもちゃんとあるみたいで、十字キーだったかな、要するにセットした武器に切り替えるみたいなのがあるんで、やっぱりね速やかなアクションができるようにはなってるかなというのと、あとね、今回、ガンパウダーが手に入って、どうもねクラフト要素もあるみたいです。してを作るようなね そうですねまあそのガンパンダがちょっと手に入ったぐらいであのハンドガンの弾作ったぐらいだったと思うんでそんなにまだね、はい、あの序盤なんで全然全貌は見えてないんですがまあただ、うん、新しい要素としてはそれも大きいかなとは思いましたねうん、うん、確かに確かに、うん、そっかクラフト要素なかったんですもんねフォーは。ハーブとかはあったかな ハ、はいはい、ブとかあと宝石の組み合わせみたいなのはあったと思うんですけどす、ねうん、ガンパウダーはなかったはずなんでなるほどそのあたりも結構最近の、えっと、バイオシリーズにのっとって、えー、いいものは入れ,て入れてられている状態って感じですね、はいはい、そうですねあとそのバイオ4は結構武器の種類がいろいろあって、うんまあ、ピストルマシンピストルとかショットガンライフルいろいろあって で、そのガンパウダーが手に入ると、おそらくね、その好きな弾を作りやすくなるのかな、みたいなのがあって、その好きな武器を使えるようになるっていうところが広がると嬉しいかなとは思ってますね。はいはいはい、確かに。なるほど。では、ちょっと気になっていたグラフィックに関してなんですけど、はい、僕がファーストトレーダー見たときに感じたのが、はい、すごいかなりホラー寄りのテイストが視聴されてるなと思いまして、うん。はい バイオフォーってそんな怖かったっったたけと思うですよねその辺のニュアンスの変化とかがあるのかはちょっと気になりました、はいそうですね、僕も「バイオハザード4」はどっちかというと明るいまあもちろん怖いところもあるんですけどどちらかというとね、うん、明るい印象があったりコメディチックな部分があったりっていう,う、ねはい、ところだったんですけどただまあねその今回はその最初のガナードに村人に会うところがめちゃめちゃ、はい ホラーテイストにはははなってはいるのは確かで家の中に入ってまあその村人を探すみたいな感じなんですけど真っ暗でね本当めちゃめちゃ真っ暗でその中をライトで照らしつつ探っていくと変な村人がいてみたいな感じになっててこのあたりは本当グッと雰囲気が出ててプロデューサーの方にインタビューさせていただいたんですけどそのホラーテイストとまあウィットに飛んだ部分とかの,あのメリハリをつけてね怖いところはちゃんと怖がらせてでもそうでもない部分は。 あのちゃんと楽しくなるようにとか、激しくアクションを楽しめるようにっていうふうに強調をね、うまくあのやっていくという話だったんで、まあ、今回はね、その最初なんでやっぱホラーがすごく印象に残るんですけど、まあ多分進めていくと、そのメリハリがちゃんと目立ってくるのかなとは思いますね。なるほど、その要所要所で分けられてるような感じですかね。はい、そうですね。ただ、やっぱっあはい、どうぞところで一番今回怖かった点とかありました そうですねそのチェーンソー男が出てきた時に顔がアップになって麻、うん、袋みたいのをかぶってて、はい、目玉だけ出てるんですけどその目玉のねぎょろっとした血走ってる感じがねすごいグラフィックの向上をめちゃめちゃ感じる部分で <laughs> あ,<ー>あそこがね本当 びっくくりするぐらい君が悪くてやっぱりねプレステ5向けに作らあプレステ5というかねあの今の現世代機向けに作られてるっぽいので、はい、やっぱりねグラフィックのクオリティもすごくやっぱ2段階ぐらい上がってるのかなというぐらいの印象を受けましたしあとねあの風に乗って木の葉が流れてくるとかレオンの髪の毛がさらっとそれに合わせて流れるみたいな描写とかもすごいよくできててうんあとそのガナードのね頭を打った後かなあの首がね、はい 皮一枚でつながった状態でポロってなっちゃうみたいな演出とかもあったりして<ー>これもねやっぱりやっぱ今の世代だからできるみたいな描写なのかなっていうのを感心しましたね。一気に臨場感ぐっと増しましたね本当に。そうですね本当、うん、あの基本的にはやっぱりねその村の雰囲気とか広場の雰囲気とかやっぱりなるべく原作を尊重はしてるんですけどそういう細かい部分のね表現のパワーアップで懐かしいんだけどやっぱ新しさを感じるっていうのは全般的に。 うん、感じましたね。なるほど。だいいグラフィックに関してはだいたいこれぐらいですかねおそうですね。はい、わかりました。あとはそうですが、やっぱりキャラクターも非常に魅力的なあの、はい、タイトルなので、今回で生まれ変わったと言いますかはいえと。キャラクター描写とか、まあ、あとボイスらへんのところで感じた部分があれば、ぜひお伺いしたいと。そうですね。 はい、キャラクターに関してはまだまだちょっと何とも言えないかなという感じで、やっぱりね、本当序盤なんで、はい、ただね、まあ、キャラクターの描写とかもどんどんあのリメイクでかなり強化されるという話は伺ってるんで、これは期待できるかなという感じで、ただ今回は、ね、本当、レオンが出てきて、会話とかもあんまりまだなかったんですよね、正直。序盤は多分ないですよね、うんうん、そういうシーンは確かに。そそうですねこんその 体験版というか、試遊が終わった後にまにいろいろトーク始まるみたいな感じだと思うんで、そんなに極端になくて、あと、ボイスはね、強化されてるんでしょうけどね、正直ね、緊張感を味わってる方がいっぱいいっぱいで、<laughs> あんまりよく感じ取れなかったというか、バイオハード、最近のシリーズ、特にそうなんですけど、BGM とかもすごいあのゲームプレイに合わせた自然なサウンドになってて、確かに。 雰囲気怖い雰囲気とか緊張感ある雰囲気は出てるんですけど改めてねサントラとかで聞くとあこういう曲だったんだってあのびっくりするぐらい曲が馴染みすぎててそのゲームの、まあ、明らかにね RPG のボス戦みたいな感じに目立つような曲ではないんですよね逆にそうですね、はいうん、だからほあの声とかボイスとかサウンドとか全般的にすごい馴染んでる感じでここを見てみるとあの意識的に見てみないとちょっと。 なるほどよくわからないぐらい、ほんと、すごいよく馴染んでるなって思いますね。とても自然に調和してるようで、うん。あるようそうですね。ただただ雰囲気に飲まれてたっていう感じですね。はい、はいはいはい。いや、でも楽しみですね。なんか、や,うん、やっぱり、バイオ4って、ちょっとそういうボイスの部分でも結構、ネタになりがちなタイトルなので、はいはい、今回、そういう空耳があるのかみたいな部分で、 でプレー中はね気づかないかもしれないですけどなんかプレー動画とか見てる時に発見できたらなっって思っちゃいますね <laughs> そうですねあれは確かスペイン語だったんですよねあそのガーナと村人がねどういうことをしゃべるのかによってだと思うんですけど同じセリフがあるんだったら、まあ、ありえるかあるいはね音質が良くなって。 ちゃんとスペイン語に聞こえてしまう可能性もあるかもしれないですね。すね <laughs> はいはい。きっと収録し直してると思うのでね、うん、あの全然変わっているとは思うんですけども。うんはい、では、そうですね、えっ、ー、と、今作ならではのなんか要素といいますか、まあ、ちょっと先ほども触れたと思うんですけど、現代向けに改良されたっていう部分で、はい、なんか改めて、えっ、ー、と、今作ならではの要素とか、ここが。 すごく気になっている改善点みたいなものがあればちょっとお伺いしてみたいなと思います。そうですね今作ならではの要素まあやっぱりその「バイオハザード4」っていうのはあの、ね、いろんな選択肢があって自分で、まあ、ハンドガンで戦うナイフで戦うマシンガンで戦うとかまあその選択肢によって選択肢でいろいろ戦いを繰り広げていくっていう感じのゲームなんでそれがねやっぱりナイフとか あの武器をククイックチェンジできるよううになったとかいうあのまあナイフのところはかなり驚きですけどあとはクイックチェンジとか堅実的な堅実な部分ではあるんですけどそういうところでね確実に進歩してるんで「バイオハザード4」のプレイ感覚をすごく研ぎ澄ましたというかあのやっぱりねどうしても古い作品なんで今遊ぶとねちょっとね普通に古い TPS みたいな印象を受けると思うんですよね原作の方は。そうです、ね、一応あれがそのスタンダードになって と,ところはありますけどってもうなっちゃったんで、うん、その今改めて「バイオハザード4」を見ると、うんね、そのすごさを知らない人が遊んだらまあえー、ってなっちゃう可能性もあると思うんですけどうん、うんね、本当今作の,その、ね、原作の核の部分をうまく磨きあの守りつつも他の部分を磨き直したというところを見てみるとそのね「バイオハザード4」の その当時の衝撃みたいなのが改めて浮かび上がってくるのかなという気はしますね。なるほどるただね、やっぱり、ねそのはい、原作、まあ、めちゃめちゃ面白いとは思いますけど、うん、そのバイオハザード4の原作がゲーム業界にも,もたらした衝撃みたいなのは、さすがに再現は無理じゃないかなと思いま思そうですね、そのレベルのものは、うん、多分そうですね。はい ただまあ、そのリメイクとして、その、今だとバイオハザード RE2 あたりがもうほぼ最高峰のリメイクといって過言ではないと思うんですけど、はい、もうそれをさらに超えてきて RE4 ぐらいのリメイクが最高峰じゃないかと言われる可能性は十分ありそうだなと思ってます。うんうん,うんうんうん。うん、まあそうですね。かなりその CS の中でも非常に著名な一本なので、えー、それだけあのたくさん期待もかかっているので、 かなりカプコンさんも本腰入れて、ボリュームも RE2 と違ってもっとあるはずなので、そうですね原作と比較すると、うん、多分その辺も抜かりなく全部収録してのリリースにはなると思うので、はいはい、その序盤のものがフルで本編入ってきたらきっと RE2 を超える可能性が全然。 ありそう,す、ね、そうですね。それは全然、うんうん、それはまずあの、そのまま、この期待のままいってくれるなら、まず間違いなく、うん、RE2 をさらに超えてきて、うん、すごいタイトルになるのは間違いないかなと思いますね。うんうんうん、はい。ありがとうございます。はい。他に逆にどうですか、なんか話足りない部分とかあれば、あのこのタイミングで。 うそうですね、うん、まああとはそのストーリー部分とかがまあこれもねやっぱりまだまだ先の部分なんで何とも言えないんですけど、はい、どういうふうに描写され直すのかみたいなの気になるところで「うんまあ、バイオハザード4」にはアシュリーとかいろんなキャラが出てきてそれがレオンとの関係性が描かれるんですけどす、ね、まあやっぱりねアクションメインなんでストーリーとかキャラクターの関係性みたいな割とねあっさりだった。 記憶があって原作ではその辺りをねどういうふうにアクションメインなんで邪魔にならない程度に強化してくるとは思うんですけどそこはねうん、うん、どう変化するのかみたいのは気になってくるかなとは思いますねあとアシュリー連れた時のアクションがどうなるのかなっていうのはちょっと気になってて。ああそうですね確かに。はい、あのー バイオ原作遊んだ時は僕はアシュリー連れてくパート対して問題なかったんですけどメタクエスト通版のバイオ4をやった時アシュリーがめちゃめちゃ邪魔でとりあえずあ,のあそこの地点までダッシュで逃げようみたいなあのところがあってそこで逃げたら後ろにいたアシュリーがなぜか死んでてみたいな VR だとその視界が特に悪いんでもうアシュリーが画面外で死んでても全然気づかないみたいなことが結構あったりしてうん、うん、でその辺りもやっぱり リメイクするにあたって収録されるはずなんでそのあたりのねアシュリーと一緒に行動するアクションがどれぐらい快適になってるかあるいはね進化するのであれば何か新しい要素があるのかなみたいなとこは気になりますねそうですね確かに、うん、あの僕もそんなにアシュリーのところ困らなかったんですけどその当時プレイした中ではアシュリーが勝手に死んじゃって全然進まないっていう声も結構あったのでなんかそのあたりの、はい、要はバディの AI のところで、ね、もしかしたら何か もっと賢くなってる可能性も全然ありえそうですね。うん、はい、そうですね。はい。はい。では、といったところで大丈夫ですかね。はい。はい。わかりました。では、えっと、バイオハザードリーフォーのプレイ感想はこれで以上になります。また、はい、あの今後ともきっとバイオハザードリーフォー関連のえ何か体験会等を開かれた際には、えーっと、同じように感想動画を撮りたいと思っていますので、その時はぜひまた,ご視,たご視聴いただければなと思います。 はい、はいえー、今日はごしゅ、ご出演いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、では、これにて番組は以上になります。さようなら。バイバイ。